リフトコロセンは中国島の節土市。川津いたち鎮の一つであった老竜軍を率いた。柳城の故人。代々喫炭に仕えて英州を守っていたという。記者が得意で、死亡に優れ、機敏であったとも言われている。李の姓は皇帝祝層から、唐室の姓を与えられたものである。安氏の乱の際には、安独山の飛将軍となり、唐楽を落とし入れている。 その後、案慶書、氏名、氏や催しに使え、遠距流主犯用意を授けられている。大僧の宝大元年、市長義軍が、党の官軍に降伏すると、翌年リフトコロ戦は、氏や催しを残首して、党に基準する。この時、当時死都を立てようとしていた僕方懐恩によって、追挙され、優秀大都督府長し、兼業自中。 優秀路流棟軍節度市を授けられたが、長命に服することなく、節高市、伝承市、立パから新羅と共に川一日の地を、分割統治した。僕方懐恩の無本により、西番の入港があった際には、朝廷の事故が多くなり、懐船はこれに乗じて、他の三将と共に、三房を招集し、上遊公平を治め、部下数万人を擁立し、文部将集を、 思いのままにして承継し、甲府を私物化し、朝廷の半身を称しつつ、実際は、独立し、優秀、拓州、栄州,州、平阿ざ美州、南州,州、州などの諸州を領有した。しかし、大歴三年、その帰化にある平和市の種の綾や首主等によって、家族もろとも皆殺しにされた。ありがとうございます。